トニー・シャルーブはアメリカ合衆国の俳優である。コメディからシリアスまで自在に演じ分ける。ウィスコンシン州、グリーンベイ出身。レバノン系、イエール大学で演技を学んだ。マサチューセッツの劇団に4シーズン参加した後にニューヨークに移り、1985年にブロードウェイデビュー。翌1986年からテレビ、映画にも出演し始める。 2002年から2009年まで放映されたテレビドラマシリーズ名探偵文句では極端に潔癖症な休職中の刑事エイドリアン・モンクを演じ制作や脚本を手掛けた。シャルーブはこの役でエミー賞主演男優賞などを受賞している。シャルーブは舞台にも数多く出演しておりイスラエルの映画迷子の警察音楽隊を原作とするブロードウェイミュージカルザ・バンド エスビジットでは、トゥフィーク役を演じ、第72回、トニー賞ミュージカル主演男優賞を受賞した。1992年、舞台で共演した女優のブルック・アダムスと結婚し、アダムスが主演の作品で映画監督としてデビューしている。2020年、名探偵文句の新作特別エピソード放送に、妻子妻と共に新型コロナウイルス感染症を発症し、 療養していたことを明かした。ありがとうございます。